コーテールズはニューメキシコ州ルーズベルト軍の軍庁所在地で2000年の国勢調査による総人口は1万1131人であるイースタンニューメキシコ大学の本キャンパスがある地域経済に大きく貢献しているキャノン空軍基地と同じくより大きなクロービスの町近くに位置しているイースタンニューメキシコ大学は1934年に 開校し、週で3番目に大きな大学に成長した。ピーナッツとサツマイモはかつて地域の最大の産品であった。ポーテールズは合衆国におけるバレンシアピーナッツの最大の産地の一つであるが、今は急成長する落農業としてより知られるようになった。より大きいクロービスポーテールズ結合統計地域の一部である。 ポーテールズ小都市統計地域の第一の都市である。都市のダウンタウン地域は、郵便局と様々な商業の場と、同じく、軍庁舎、シティホールのスペインの都市デザインから由来する、伝統的な広場の中心にある。ダウンタウン地域に位置する、歴史的な劇場、ヤムシアターは、現在は修復中である。イースタンニューメキシコ大学は、 キャンパスと学生で満たされた周囲の住宅がかなりの大きな地区を形成している。ポーテールズには34の教会があり、バプテストが支配的である。ポーテールズは北緯34度10分56秒整形103度20分19秒、北緯34.18222度整形103.33861度。 34.18222-103.33861に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、都市の総面積は1 7 7ートルで、すべて陸地である。入植地は19世紀後半に創設され、都市は1909年に正式に創設された。その最初の市長は、エルスワース臨税で、後のニューメキシコ州知事であった。 b i z j o u r n a l s c o m によって行われた五百七十七の小都市地域の研究によると、ポーテールズは、クオリティオブライフで合衆国で十五位、合衆国で九位に格付けされた。研究の目的は、アメリカの最も魅力的な小都市地域を特定することであり、経済が強く、交通が軽く、生活費が適度で、大人がよく教育されており、 大都市へのアクセスが合理的で近い、小さくてよく発達したコミュニティにポイントが与えられた。格付けはニューメキシコ州ポーテールズは非常に住みやすく働きやすい場所であることを示している。研究は人口の増加、一人当たりの収入、中小企業の成長、専門的な仕事、通勤、生活費、進歩の度合いを含む12のカテゴリーを特定した。 都市は、肯定的な結果で、ポイントが与えられ、それらが、全国平均の元にあれば、負のスコアを与えられた。これらのスコアを合計して、小都市地域の総合的なランクのリストを決定した。上位25位の中で最小の都市のポーテールズは、8.96の、クオリティオブライフのスコアを受け、全国で15位であった。研究の著者であるスコット・トーマスによると、 一人当たりの所得、短い通勤時間、例外的に低い税金、学位を持っている大人のかなり高い割合が、ポーテールズがランクされた大きな要素である。上位10位に入るために克服すべき唯一の障害は大都市エリアへのアクセスである。ロスアラモスは上位20位に入った唯一のニューメキシコ州の他の都市である。ニューメキシコ州ポーテールズ近くの ブラックウォーター渓谷内に位置するブラックウォーター地域1号遺跡は北米の考古学で最も有名で重要な遺跡の一つである。ブラックウォーター渓谷での初期の調査はマンモス、ラクダ、馬、バイソン、ケンシュトラ、ハラオオカミを含む更新予行期の動物と関連した人間の行動に関する証拠を回復した。その発見以来、 ブラックウォーター地域1号遺跡は国中の学術団体や組織による科学的な調査の焦点となっている。カーネギー学会、スミソニアン学術協会、自然科学アカデミー、国立科学基金、合衆国国立博物館、国立地理学協会、その他12以上の主要な大学がブラックウォーター渓谷での調査に資金を提供したか、または参加した。さらに、 追加の調査の遺跡の長期にわたる大きな可能性と公衆の興味のために遺跡は1982年に国立登録史跡に組み込まれさらに最近国定歴史建造部と宣伝された町と周辺のコミュニティは牛の牧場と酪農、ピーナッツ、穀物を含む農業にサービス業と同様強く依存している ポーテールズの経済は18マイル北にあるキャノン空軍基地に関連付けられてもいる。基地はポーテールズに150の単一の家族の住居を賃貸された軍関係の住宅エリアで賄っている。小売業者はウォルマーとダウンタウン地域の小さな個人商店、伊賀食料品商、安売り店とオールサップズコンビニエンスストアがある。ポーテールズには1軒のバーがある。 以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ時に種別人口構成世帯と家族年齢別人口構成収入と家計。ありがとうございます。